来あるお茶の水の諸君、我々が民族の指導名であります。27年この地において激しい激闘における肉弾戦、時には外国人との肉弾バトル、流血事件、我々は生きてるんです。いいですか、今世間でいういわゆる公設の党評論家、こういったものはうんざりじゃねえか。みんな我々同士も何かも言ってる、まあ、今回テレビをつければやれウクライナ、ロシア、確かにそうだ。でもあなた方ではこのロシアの問題、ウクライナの問題についてどっちがいいとかどっちが悪いとか言って覚悟と本気を持って考えてた、そういう人がいるんですかってことだよ。どうでもいいんだろ。別によ、自分とこの家が火上がるわけじゃねえから、こういうことだろ。日本は安全なんだよ、ミサイル飛んでこねえんだよ。ソ連、いやもとい北線からミサイル飛んでくるけども、結局のところはかするだけだから、みんなまたか、またかだよ。いいですか皆さん、自分のことじゃないと当然ながら目が覚めないのはこれは分かる。人間ならしもそういうことだ。どうせ他人事、今の時代隣近所の姉ちゃんがレイプされようが、隣でおばさんが殺されようが、知ったこっちゃないだろ。どうだみんな、いや知ったこっちゃねえじゃねえか。自分さえよければ、自分さえよければと言いながら、ちょっと待て、またここで一人救急搬送される人がいるんだ。救急車、分かってんじゃねえよバカ野郎、止まれよ。俺、おい、当たり前でもよ、せこい人間、せこい人生歩みたくねえや。こういうことじゃねえのか、うん、自分さえよくだと思って、結局だからみんなからソース感食ってる。本当に自分のことだと思ってる。俺なんか典型的な利己主義者だよ。典型的な利己主義者って自分のこと大事に考える、考えるからこそ俺の周りに人間のことはより上に考えるんだよ、うん。当たり前じゃねえかよ、女のはよ。みんなを立てることによって俺が立てられるわけでしょ。自分がみこしを担ぎ、みこしに乗りたい乗りたい言ったって、みこし担ぐやついなきゃ乗れねえだろうがよ。そうだろ、うまいラーメン食いたい、カレー食いたい言ったって作る人がいねえか作れねえじゃねえかよ。いいかい、女誰でも分かるようなことみんな分かるで、ただただこねてる、これが今の民主主義じゃねえのか皆さん、今回こういった目においていろんな問題がある、いろんな問題けれども、テレビつければまたウクライナか、なんだまたかい、それやればプロ野球だ、開幕したよ、あ、日本がワールドカップのサッカー OKOK って関係ねえだろおめえ、サッカー行こうが行く前がよ、巨人かとヤクルトかと関係ねえだろうがよ、お前そっちの方がよっぽど関係ねえんじゃねえのか。いいかい、自分のことを中心にする考えてる割にはよ、考え方がせこくねえかってこと言ってんだよ。いいかい、我々そういう意味を言って、じゃああらゆるものに関心があるのであれば、自分を中心にどういった形でもって世界とか社会というものを変えていくのか、もっといろんな共感的に見て、どういう世の中をしたらいいのか、その中に自分がどういう位置づけとして立っているのか、
自分の現在、自分の将来像ってものを自分が思い描いているのかどうかじゃねえのか、みんな。だいたい自分のこと中心考えてる連中ってのは自分の将来像考えてないんだよ。あなたは明日の朝何食ってますか？あなたの10年先何してますか？そういうことをプランニングしてますか？こういうことじゃねえのか？人生なんてのは偶然じゃねえんだよ。いいかい、人生ってのは自分で作り上げていくもんでしょ。自分でどういうプランニングして、どういうような生き方して、どういう将来になっていくとか、自分の5年後10年後将来像、何でもそうじゃねえか。世の中の物語、プランドゥチェック、プランがなければドゥがないんだよ、実行がないんだよ。いいか、実行しなきゃチェックもできねえだろう、そしてアクションもできねえじゃねえかよ。だから PDCA、 どんな企業だってそれ当たり前やってんでしょ。これがどうだ、プランニング何もない、ただやった、やっていいか悪いかどう判断するんだよ。自分の目標、自分のプランニング、そんなものは何もないように、ただやってよかった、美しかった、綺麗だった、面白かった、そんなようなものは愚の骨頂なんだよ。自分の立てたものに対してプラスかマイナスか、その数字で抑えるとか、そういう具体的なもので分かる、そういうような冷酷な冷徹な、そして緻密な計画なければ人生なんていけないんじゃありませんか。皆さん、何のために生きているのか、そして何のために死んでいくのか、尊いたった自分の何年生きるか知らねえけどよ、200年も300年も生きられねえんだからよ。そういう人生を本当に大事にして、自分自身刻一刻一秒一秒大事にして生きていくのかどうか、これが勝負じゃないんですか皆さん。いいかい、生きてるだけでこれは同志なんだよ、仲間なんだよ。みんなどうせ生きるんだったら楽しく幸せになっていこうじゃねえか。当たり前じゃねえこんなの、政治家だろうが官僚だろうが関係ねえよこんなのはよ。いいか、自分さえ良けらって、自分さえ良けらがねえんだ、できねえんだよ。だからみんな良くして、自分もその中で巻き込まれて良くするのが当たり前じゃねえか。でそういうことを職業で言うと政治がやってんでしょ皆さん。でもよ、今の政治は政治やってねえんだよ奴らはよ。そうだろ、社会のこと、戦火のこと考えて、自分自身のことしか考えてない。それを通り通り、私利私欲つってんだよ。通りで私利で、自分のこと考えて世の中うまくいけばいいよ。言ってねえじゃねえかよ。国民から税金踏んだくり上げるわ。自分は税金で食ってる小じきのくせして、偉そうに。そうだろ、年間2000万の給与もらって、年間1億円の税金自分のところでつぎ込んで、あげくらいもっと金、もっと金、もっと金じゃねえかよ。おかしいだろうがよ。誰がよ、あんたら方子供にとっても一人250円の金払って、自民党とか公明党、どうか、そういう立憲とか、そういうバカなやつの政党に金をつぎ込んでんだよ。つぎ込んでんだ、許可もなしにだよ。それを決めてるのは誰だ、自分の政党じゃねえかよ。永田町のボンクロじゃねえか。自分たちの政党、政党なんてもともと首党なんだよ、私の集まりなんだよ。私の集まりに、なんで俺たちの税金払わなきゃならないんだよ。指示もしてねえのに、なんでそいつらに金あげなきゃならないんだよ。250円だからいいかじゃねえだろうがよ。じゃあ見えられるけども、年間100万円、それは自民党とかやったらに、永田町に金出せたらいい、出すか、出さねえだろうがよ。250円だからまあいいか、まあ見てみないふりする、違うだろうが。そういう基本的な、基本がおかしいってこと言ってるわけ。じゃあ俺たちが金払って作ってやってんだから、だったら俺たちの言うこと聞けだろうがよ。そうだろ、投票するとかしねえとかじゃなくて、俺たちの言うこと聞けや。じゃあ土曜日曜日、政党本部全部受け付けに入れて、困ったことがあれば全部私の言ってきなさい、そして全部解決しますよってのが本来当たり前じゃありませんか。土曜日も休みだよ。いいか、休んでる時におそらく講演会周り行って金をもらうことでしょ。いいですか皆さん、
我々は今のポツダム議会やいわゆる永田町政権っていうのはまさにサラリーマンやってんだよ。サラリーマン毎月毎月自分のところに金現玉でくれるわけだから、これ以上も楽ないよ。いいですか、自分で汗水垂らして救えたものなんかものがあるのか。そしてそれを国民に対して自分たちがいわゆる公約した、その公約に対して自分が達成してんのかしてないのか、そんな判断すらも誰もしてないわけでしょ、我々はそのような、まさにプランドゥチェックという、もうそれさえもデタラメな公約、やりもやりも関係ねえ、やりっぱなし、したっぱなし、言いっぱなし、そんなもので偉そうにしてやる。だやつら改革改革言ったって、今のこの地図肉林の今の楽園に対して改革するつもりがないよ。する必要ないじゃありませんか。ちょっとでかくねえか、ちょっとでかくねえか、ああ。いいか、やつらは俺たちの言う恋だめの中で救うウジ虫なんだよ。そのウジ虫はうんこがなければ生きていけねえんだろ。うんこを主食としてるウジ虫はうんこが好きなんだよ。おだろうがよ。だから本来誰もうんこは汚いと思うんだけど、やつら好きじゃなんだよ、好きなんだよ。だからやつらうんこのある生活は好きなんだよ。それをきれいにしようなんてのは水洗便所をしようなんて強く思ってねえからな、やつらはよ。そういうこと言ってるわけだよ。だから本当に汚いと思ってる人間、そういった価値観を持った人間が汚いうんこを全部きれいさっぱりする、こういう運動をしなきゃいけないってこと言ってるわけだよ。もう感覚がおかしいんだから。そうでしょ、いやいや、もう今のこの臭いの慣れちゃったからいいんだ、いやいやいや、うんこうめえからいいんだよ、冗談じゃねえだろうがよ、女のよ、いいかい、我々は真のきれいなもの、そして汚いもの、美しいもの、醜いもの、こういう判断すらが今間違っているし、そういうものに対して全くいわゆる盲目的になってる。また来たぞ。お次また来たぞ。おすげえな、お前どうしたんだ今日よ。心配になっちゃうよな。まあ、俺が大体一言喋ると結構ね救急車多く出るんでな。ああ、心臓麻痺したのか知らねえけど、いいですか皆さん、今私がなんでこんないわゆる下劣なこと言ってるか、根本的なものはだ、自分の幸せ、自分の人生というものを考えるのであれば、まず自分自身で自分を見つめなさいということなんだよ。そして自分がどういう人間なのか、そしてどういう方向性をするのか、そして今俺は何が好きなのか、何が嫌いなのかということを自分自身納得して動けってこと言ってるわけだよ。それをどうだ、今みんながみんなロシアがいけない、ウクライナかわいそうっていいけどもよ、自分の考えなのかそれ、そうに言われてるからそうに言った方がいいかって言ってるだけじゃねえのかってこと言ってるわけだよ。どうでしょう皆さん、自分の目で見て自分で本当に調べて、そして自分自身でなるほどと腑に落ちたような考え方を持って生きているのかどうかということなんです。人に言われた、人がこういう流れだ、いやだってみんなそう言ってんじゃん、テレビでそういうこと言ってんじゃん、言っててみんなの層に聞いたらみんなって誰なんだよ、いやいやあれの人とお前二人でみんなって言ってんのか、こういうことでしょ、そんなおかしいでしょ、みんなが言ったって自分で見ろや、自分で確認しろや、そういうこともせずしてただただみんなボケっとバカとろこいて座ってて、でみんながみんな言ったらじゃあそうだそうだって言ったらやじ馬じゃねえか女のよ、いいかい、あんたらたやじ馬の人生でいいのか、山の木のかかしでいいんかい、人かが人に動かされてあちこち行け、
人に振り回せたの人生でいいのかいってこと言ってるわけだよ。いいかい、別にあなただけ だけのこと言ってるわけじゃない。今の日本がそうなってるわけでしょ皆さん。今の日本があんたら方がそうだから日本もそうなっちゃってるんだよ。人の顔で伺い二言目には国連国連、何が国連だよ。ユナイテッドネーションってのは連合国のこと言ってるわけだよ。日本を敵にした。誰今でも敵国条項は日本とドイツを敵だ、そういう明文されてるものに対してやれ常任理事国いる、冗談じゃねえだろうよ。日本を敵にしてるというグループになんで俺たちが入んなきゃならないんだよ。いや改革だ、冗談じゃねえだろ。じゃあ常任理事国はさっきのね文書も言った荒木も言った、奴らが核を独占してる。なぜ核を独占してんの。核を持てば鬼に金棒だからだろうがよ。それを他の奴に渡さないわけでしょ。渡さないことによって力でもって世界を支配するんでしょ。綺麗事じゃねえんだよ世界を支配するのはよ。そうだろ、大体昔から領土とかそういったものを盗やるのは取るのは戦争か力なんだよ。いいかい、我々はそういう意味において力で負けたんでしょ今日本はよ。負けてるんだ今日本は。北方領土返せて帰ってくるわけはねえじゃねえかよ。プーチンの立場なんて言うのなんで日本に返さなきゃならねえんだよ。そうだろ、韓国の立場なってみればよ、せっかくお前日本が何も言わねえ間に上陸して軍事施設を作ったんだと、日本別にガタガタ言わねえけどよ、で日本に返さなきゃ理由はねえじゃねえかよ。日本ガン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 反日教育して日本悪い悪いって言っててずっと何十年か来てるわけでしょ奴ら。今から日本は良かったって言えねえじゃねえかよ。そうだろ、日本はそういうものに対して何一つ遺憾の意しか言えなかったんでしょ。こんな野郎だったら戦前だったらお前一個旅団使ってお前上陸だねえかよ。おーだら平壌、ソウル、皆殺しじゃねえかよ女らよ。にはめんじゃねえぞだろ、日本は昔からそうしてきた力の国なんだよ。朝鮮人は日本は恐れてるんだよ。いいか、かつては神宮皇后、豊臣秀吉の出兵、そして日清日露、大東亜、日本が怒ると一週間も経たずに朝鮮半島は日の丸が割るんだよ。日本を怒らせない、日本を黙らせる、日本を眠らせる、それが奴らの反日教育じゃありませんか皆さん。もっと言えば世界中がそうなんだよ。今の日本をとにかく怒らせちゃいけない、日本を日本として認めさせてはいけない。だから寄ってたかって日本を包囲するんでしょ。軍事的に連合国軍であって連合国軍事同盟であってこれを国連と称する。寄ってたかって日本を絶対に縛っておく。核拡散防止条約 NPT、 これは日本に絶対に核武装させないための対日核包囲網なんだよ。世界貿易機構、日本を貿易に勝手させない、日本にブロック経済させない、全部がそうじゃねえか。いいかい、戦勝国は日本を恐れてる、まあそれはいいだろう。で一番我々が怒るのはそういう戦勝国、あるいはそういった外国分子主流馬に乗って自分の私利私欲を講ずってる国内に送る日本の裏切り者なんだよ。それを我々は一番抱きしなければならないんでしょ皆さん。その最たるものはアメリカによる CIA によって作られた自由民主党じゃねえか。自由民主党なるものはやれ愛国やれ保守が言ってて結局は親米保守でしょ。親米保守とはこういうけども、アメリカによる日本植民地化をやつらが手引きしてるわけなんだよ。それを平和と言ってるわけでしょ。日本の領空は今でもアメリカ軍が支配してる。日本の航空機、飛行機もそれを迂回しなければならない。
領土のみならず沖縄のみならずだよ。日本の領空は今でも占領されているんでしょ、皆さん。いいかい、そういうような今の反独立、もっと言えば植民地状態において、それに対して異を唱えないし、これを裏切り者と言うんだよ。いいかい、我々はそういう意味においてこの裏切り者に対しての徹底的な抗議活動を展開している。しかしもっと重要な言葉だ、あんたら方だよ、あんたら方、本当に生きてんのか、自分自身の目で見て自分の足で立ってるのか、こういうことを説いて、まず自分のことを立って、そして自分のことを見つめ、そして自分で物をして自分で吐いた言葉に責任を取る、こういう覚悟を持った人生を歩むかどうかなんだよ。プラプラしてからみんな周りに巻き込まれるんでしょ、皆さん。みんなのせいにする、あいつが悪い、こいつが悪いって言って、そのあいつがお前に責任を取ってくれんのか、先生が警察がお前に対して責任を取ってくれるのかよ。責任取るのは自分しかねえんだろうよ。だったら自分に裏切った人生歩んじゃいけねえんじゃねえのか。自分に裏切られるために常に自分に自問自答するのが当たり前じゃねえのかよ。他人のせいにするとか世の中のせいにするのはおかと違いなんだよ。いいかい、そういうようなことを強い自分の人生を歩む強い自己を形成するときに世の中を変えるんですよ。それなくしたら世の中変わらない、誰がやってくれるだろうでしょ。俺は死んでいくのよ、俺なんかそんな力ねえから誰かやってくれじゃねえの。日本ってのはよ、まんざらそういうことじゃねえんだよ。昔からなんとかやってきたからなんとかなんじゃねえか、なんとかならねえんだよ。おめえがやらなきゃよ、おだろうがよ、誰がやるんだよお前。自分の子供も守ることができねえやつがよ、どうやって赤の他人のことを守ることができるんだよ。おだろう、自分の子供もろくに教育もできねえやつがどうやって社会変えるんだよ。自分の飯も自分で食えねえやつがよ、どうやって他人の心配できるんだよ。こういうことだろ。だからその人生の中にど真ん中に自分を置いて、自分の自主独立、それなくしては社会の自主独立のがありえねえじゃねえかよ。天下国家の自主独立っておめえとどうなってんだって言いたいぐらいだよ。いいかい、だからよ、みんなよ、人間なんてのは卑怯者だよ、臆病者だよ、逃げたくなるし嘘をつきたくなるんだよ。だからよ、常に虚勢を張って頑張っていくんだろ、みんなよ。だからガッツすんなよ、石松だけじゃねえよガッツってのはよ、自分自身でガッツ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 言うんだよ。だろみんなよ、頑張るぜみんなよ。人に頑張ろうって言ってる暇がねえんだよ、自分自身に頑張らなきゃならねえんだよ。その頑張ったら姿を見て他人はみんな平行されて、よし俺もってなるんでしょ。頑張ってねえ野郎にいくら頑張ってるぜ、だっておてめえなんかどうなってんだろうがよ。いいかい、生きろってのは大変なことなんだよ。そうだよな、お子さん持った形もそうだろ、子供を大きくなるまで本当にこの可愛い子供をな、いくつそうし、しっかりと虫をつかずに頑張らせる、教育するとは大変なことなんだよ。そういうものに対して苦労をしっかりと苦労と思わない。今、まあ、さっきも靖国神社あたり、あるいは武道館あたりを回ってきたけど、桜満開の中において、今は卒業シーズンだね、みんなな、新しい門で卒業した、新しい門である。卒業シーズンの中において卒業生は新しい学校、あるいは新しい社会人になって会社に向かって、やっぱり不安と緊張というのは持ってる。いいですか皆さん、自分自身がもう一度見つめさすチャンスなんだ今。卒業式は別に中学3年が卒業式じゃねえし、大学4年が卒業式じゃねえんだよ。全ての人間は老若男女が、言ってみれば
毎日毎日が卒業式なんだよ。昨日までの自分を捨てて新しい自分になる、そういう卒業式を自分一人でやるよ。いいか、誰から言われなくてもいいんだ。新しい自分になる。そして新たな明日に向けて不安と緊張と驚きを持って、よし、だから頑張ろうって気になるんでしょ。不安いいじゃねえか。ドキドキする、ブルブルする、怖いよ。そういうものが大切だからこそ気合が入るんだよ。いいかい、不安は自分の鬱なんでしょ。常に新しい自分になるためには、常に毎日が卒業式であり、常に前向きに、よしやってやるじゃねえか、こういう気持ちが必要じゃありませんか皆さん。よし、負けちゃいられねえぞみんなよ。何があろうが、新しい明日どんな問題があろうが、知ったこっちゃねえよあんたらよ。みんなよ、踏み潰してやろうじゃねえか。いいか、おめえらの人生一緒になって堂々と前向いて前進していこうじゃありませんか皆さん。その気持ちこそがまず自分の成功につながるのが間違いない。そして失敗なんか関係ねえ、失敗なんて世の中にねえんだよ。いいかい、自分自身でそれを同じ間違いをしない、そのためのいわゆるXでしょ、それはいい薬なんだよ。良薬は口に逃がし、喜んで失敗する、喜んで失敗するぐらいの大胆不敵な大きな目標を持とうじゃありませんか皆さん。誰でも簡単にクーベルタのように参加することがいい気合いじゃねえんだよ。勝つことがいい気合いなんだよ。最後に勝ちゃいられないよ。負けても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 最後に勝つんだよ。これが喧嘩の極意でしょ皆さん。いいかい、一つの負け二つの負けくらいでくじける暇があるんだったら腕を磨け、牙を磨けや。いいか、我々はそういう意味において最後の勝利に向けて共に人生を勝負し頑張っていこうじゃねえか。それがあなた自身の幸せにつながり、その覇気が、それが必ずその前向きの輝きの目が周囲の人間を喜ばせ満足させるんです。それこそが幸せの原点じゃありませんか皆さん。いいかい、逃げて逃げて口だけじゃないんだ。やるならやるでメリケンパンチだよ。いいかい、やるときやるんだよ、ぶん殴るんだよ。いいかい、ぶん殴ってお前一度むしゃっても入ってみろや。もう怖いもんな人で、いいかい、見えかやらねえかブルルだよ。いいかい、いいかい、殴った後でお前もなかなかやるなって肩を叩きゃ全てが収まるんだよ。いいかい、殴ったとため蹴り入れるかいけるんだよ。そういうことなんでしょ皆さん。我々それを見ないで自分自身常にその場その場で正しいと思ったことに対して堂々とやっていくじゃねえかね。いいかい、悔いはないんだ。いいかい皆さん、自分の人生で自分の決めたことに対して喜んで責任を取れる、そういう自己人生自己責任こそ、ああ俺は生きててよかった、こう思うんじゃねえかみんな。喜んでよ、この修羅場の人生を堂々と思いっきり楽しんで戦っていこうじゃありませんか諸君。諸君の人生万歳、必ず最後の勝利に向かって爆心していこうじゃありませんか。俺が新生日本の再建につながることを確認して、私のささやかな演説を終了します。あなた方の人生万歳、ご清聴ありがとうございました。ただいまの演説は超国家主義民族の意思止め、森脇修介中央執行委員長による魂の演説でございました。我々民族の指導名はこのような形で第2第4日曜日お茶の水駅頭におきまして
外宣活動を行っております。そして単なる時事問題、時局問題に限らず、先ほどの委員長の演説にもありました通り、一人の人間がいかに生きるか、これを必ず問う、このお茶の水駅頭凱旋であります。まさに我々はこのようなスタイルで凱旋活動を行っております。そして人生道場、人間道場と銘打ちまして、我々は一人の人間いかに生きるべきか、この根源的な問題から発して、自分自身が未熟な人間、それを熟知して、自分自身が成長したい、その暁に天下国家を語ろうじゃないかという運動体であります。偉そうなことはいくらでも言えます、人間は。だけどてめえ自身はどうなんだと、いつも委員長は突きつける問題であります。今一度考えてみようじゃありませんか、皆さん。本日のお茶の水駅と凱旋活動、これにてお開きとなります。聴衆の皆様、本当にありがとうございました。隊員整列。ありがとうございました。撤収いたします。